どうもこんにちは、黒ネタです。スーパーマリオ 3D ワールドプラスヒューリーワールド続きをプレイしていきたいと思います。さあ今回も引き続き残りの猫社員を集めていこうと思っているんですが、そうね、見るところめちゃくちゃあるんだけど、三つ目の島に行こうかな。なんだかんだでこっち側とか行けてないし、ここのドロドロを消したいんだよね。その方が移動とか便利なんで、多分何らかの方法で消せるんじゃないかなと思ってます。ではでは、土管タワーに一旦ワープ。うい、確か以前にも、あれはミッションなのかな、をクリアしたら周りのドロドロが消えたんで、まあそういう類のものがあるんじゃないかなって思ってるんですよね。あ、親猫だね。ここにもいるのか。何匹？ 5 匹マジか。あ、でもこの子たちは、おい、どうだ、あれ、あ、色が違うのか。あ、首横振ってるわ。なるほど。あ、ごめん、なんか、はぁ、じゃあこの子たちは関係ないのか。確かここで遊んでる子たちも、あ、違うな、クッパ猫たちからボール奪わないで。あ、でもいた。おい、あ、ごめん、この子そうでしょ。こんな近くで迷子になるなよ。これ親猫、この子は君のでしょ。よし、まずは1匹。で残り4匹いるのか。そうか、こりゃまた大変だな。あ、向こうの土管タワーの上にもいたな。あの色の猫だったか覚えてないけど。でこっちが、あ、ここか。お、ちょ、待て、下にも道があったが、ちくわっかとやっつけろヒューリーシャドウ。いきなりか。来やがったな、偽ルイージ。ここで戦うのか。今までプレッシーに手伝ってもらったけど、意外といけるな。そっち行くの。待て、ほら、あと1回だろう。どっち行く。おい、あ、弱っキャットシャインやっつけろヒューリーシャドウクリア。これプレッシーだろうが通常攻撃だろうが3発なんだなだったらプレッシーでやってるのはあんまり効率良くなかったか。あ、早速ドロドロ消えましたね。いいぞ。あ、待ってください、猫チップもあんだよね、取っていきたいな。ほっ、やっぱあれだ、クリアしていくとどんどん消えるんだな。あ、ここ見えない足場がある。ここだけか。よし。で、ちょっとアイテム欲しいね。ほい、あー、ブーメランか。まあ、猫でいいでしょう。で、そこか。あっ早いな、落ちんの。あ、で、ここにも熱戦か。でも、ここで1個取れるな。この上とかは、あ、コインがあるだけ。確かこっち側にも道があるように見えたが。あー、ちょっと、あ、いた！こんなとこいたのか。え、この子はどうやって？おい、どっかに道あるか？ないな。あ、でもさ、こっから登れば。あれ？あ、猫通れないんだ。あー、あ、じゃあさ、掴んで、あー、でもここ飛んでもむずいか。いや、いけるな。まず猫を持った状態でいけるのかどうか。いけない。あ、いけんのか。え、あ、
ごめん、ちょっとごめんね、ちょっとごめんね、今猫投げ捨てたな。待て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 、あ、でもこの上通ればまあワンちゃんいけるか。ただクッパが来てしまったんでちょっと待ってくださいよ。どっちバージョン？あ、これは時間で消えるタイプかな。あー、だったら捜索を続けちゃってもいいか。危ない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 、よいしょ。それかなんだっけ、ラッキーアイランド、ここだな。あれを取りに行ってもいいなと思ってるんだけど、危ないよ危ないよ危ないよ危ない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 、向こうか、ここには飛べないか。急いで行けば間に合うかな。ちょっとワープで、こっちから行って、ここ出て、よいしょ、あ、違う違う、よいしょ、ほい、あ、とそこじゃない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 、あ、あそこにあるな、よいしょ、あ、意外と早い、マジか、くわー、逆にあれか、制限時間で消えないバージョンの時じゃないと難しいか。そうかそうかそうか、まあ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 、少しずつ学んでいこう。で、ここ登れないかな。あ、いけるな。よいしょ。よし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 。いいぞいいぞ、これで2匹目だ。親猫、連れてきたよ。で、あと3匹か。多分向こうにまだいそうだな。まあ、猫チップもまだ集めてないし、ここを攻略してからでもいいか。邪魔なとき、食べ尽くせ猫チョロボン。おう、攻撃しちゃうな。今モスとか出た気がするが。あ、モテたわ。あ、この子でこういうことだ。マジか。この子すげえな。ちょっとうまく写真撮りたいが。あー、いいですね。この角度いいね。ちょっとマリオの目が隠れちゃうけど、まあ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 。いいでしょう。すげえ、こんなのあるんだ。この状態でブロック、あ、叩けるんだね。あ、便利。猫に戻して、これ、お前の餌だよ。食え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 、あ、いった。強引にはいけねえか。よし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 。ここにもいいんだな。これ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 。これ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 。よし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 。いいぞ。すげえとこいるな。ほいほいほい。ほいほいほい。で、ちょっと待って。一旦、よし。一旦戻りたい。よし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 。で、向こうか。食え。よし。あ、よし。いいよ。オッケー。これ楽しいな。意外楽しいぞ。でもういらないから置いといて、よし、よっよっ、で、オッケー、キャットシャイン、あ、取っちゃった、まあいいや、食べ尽くせ猫チョロボンクリア。あー、でもまあまあいいか、下の熱線壊せば多分猫シャインあるだろうし、まあ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 問題ないでしょう。で、これでワープもできるね。オッケー。で、あ、そっか、向こうのチップ取ってねえわ。で、下の方ももう一回見てみたいんだよね。もう一匹ぐらいなんか猫がいてもおかしくない気がするんだが。
イゲットキャットシャイ、猫シャインチップを5枚集めろクリア。熱戦で壊した中にいるとかないよな。こんなもんかな。あ、ちょっと待って。ここ。いいぞ。ありがとう。メルキッチュー。レーダー。こっちの側面とかは何もないね。あ、オスターゲット。今か。あ、これでチョロボンこ、倒すこともできたのかな。まあ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 。で、あそこも気になるな。ほんとクリアしたっていうのにやることが多い。よいしょ、お願いします。それ何だ。あ、ファイル、ありがとう。で、猫に戻して、よし。これ鳥だよな。じゃあこっち側かな。あ、あるっぽいな。塔があの状態だとそこにミッションが出てくるってことっぽいんですよね。あ、ベルーゲチュー。すごいとこにあるな。あれ、まず行けなくないか、これは。あ、あ、なるほど。ういー、猫マウンテン、倒せ猫ドンケツプリンスと言いたいとこなんだが、来やがったな。ちょっと待って、戻ろう。あー、で、あそこもあるな。どっちパターンですか、どっちパターンですか。あ、青いじゃない、赤くなってねえか。あー、で、そっちか。多分間に合わないと思うんだよな。いけっかな。くっ、頑張れ頑張れ頑張れ。あ、壊しやがったナイス。まあ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 、まだ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 いけるよ。こっからいけるか。あ、やっちまったか。結局ナイス無理か。あ、でしかも帰った。無理だな、この状態無理だわ。あれ、足場ないじゃん。これっていけるのか。あ、無理ですね。ちょワープ。あー、空中だといけない。あ、いたたたたたた。どうだ、今いけるか。あ、水面もダメ、やばい。だってよ。え、ほい。足場がなかったんですもの。いつく。いてくっ。この葉。よし。クッパ頼む。だってしょうがないじゃない。しょうがないじゃない、それは。これどうやって行くんだろう、強引に行く。あー。一旦戻って、いや、案外これワープしてもう一回行けば足場があるとか、そんなことないですかね。ねえな。嘘。さっきあったじゃん。あー、じゃあちょっとでも距離稼ぐか。木の葉に戻して、ほっ、奇跡的に。で、よしオッケー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 。猫ドンケツプリンスってがいいんだな。そいつ倒して解放しちゃった方がいいな。あ、ナイス、ありがとう。おいそこにもあんね。よいしょ、お願いします、アイテムください。さっき無駄に使っちゃったんで。ありがとう。で、あそこにも熱線があんのか。
いやこれドロドロ怖、あドロドロを消してからじゃないと無理だな。すごいところにあんね。多分それは後回しだな。ほいバカめ。あっ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 待って、慌ててるよ。ほっと。よっ。あ、ナイスナイスナイス。ありがとうありがとう。これは取れる、危ない。取れるね。その場で止まってくれないんだよな。ジャンプすればいいのか。オッケーオッケーオッケー。よし、やばいとこ来たな、これ。あ、そこもある。え、あ、逆に小さくないと。あ、これいけないかな。あ、いけた。でもこれやばくないですか。あ、ちょ待って、今来るか、今来んのか。マジかよ、マジかよ。ブーメランにして、どっちバージョン。うわー、赤いのかよ。最悪、なんでこういう時に赤バージョンくんの。あ、ちょ、あちゃあちゃ。あ、ゲッチありがとう。どうだ、これどこに逃げれる。あー、入り口戻るだけですか。いやでもこれを行き来すれば一応かわせるな。よいしょよいしょ。いやだから難易度上げないで。危ねえ。あ、危ねえ。恋に見えてた。違うな。あ、待って、それはむ、あぶ、あぶぶぶぶぶ。あそこも熱戦でいける。あ、違う、これパウだな。ほい。あ、ダメか。あ、登れない。いた猫マリを。あ、違う、そうなってんのか。あ、こうでいいんだわ。なるほど、2枚目か。あ、足場消えた。マジか。いや、これ上まで行きたいけどな。どうせここまで来たのなら行ってしまいたい気分ではあるんですが、どう思いますか。あぶね。それ当たらないといいな。よし。あ、でここに来るの。あ、ボス戦か。やばい時来た、やばいとき来た。こいつどうやって倒すんだろう。こういうとこから逃げれるっぽいね。これを使うんだろうな。だいたいこの時後ろが弱かったりするんだが。あ、あ、あれ、あ、聞いてるのか、聞いたのかな。あぶね。おい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 。あ、あ、土管に入ると小さくなるんだ。なるほどなるほどなるほど。で多分大体3回の法則じゃねえかな。土管に吸い込ませてちっちゃくなったところを攻撃。あ、いったっぽいね。オッケー、なるほどなるほど。あ、これも面白いギミックだわ。オッケー、キャットシャイン倒せ、猫ドンケツプリンスクリア。これで帰る？あ、よかった、帰るわ帰るわ。もう、さっきまで時間制限で帰るのになんでこういう時に限って
居続けるやつが来んだよ。ランダムなのかなこれは。3回に1回とか。お、ドロドロ消えましたね。よし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 。まあまあまあ、何はともあれですよと。あ、猫ちゃんいたね、3匹目。ちなみにこの上は？あ、いない。オッケー。え、これどうやって連れてく？ちょっと待ってよ、ルート確認。こっから行って、あー、行けるか。ちょっとこの子を連れて今回は終わろうかな。ちなみにこの状態でプレッシーって乗れたっけ前は。あ、一緒に乗ってる。あ、そんなこともできんだ。クリアしたからかな。なんかそんな気もしなくはないな。で、あ、こっちだから、あ、ここだここだ。こっから降りて、いいよ。で、またこのルートだな。よいしょ。さすがに水に、あ、危ない水に落ちたらアウトってのは変わってないと思うので気をつけて。ゆっくりゆっくりゆっくり。よし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 。3匹目で、あと2匹か。ま、この調子でいけば次回とかに全員集まるかな。ほい、 OK、 3匹目。はい、というところで今回ここまでにしときましょうか。マリオ入れて4匹目になんないかな無理かな。はい、では次回はこの続きから、まあ猫探しをしつつ、まあこっちとこっちもワープできるようになったし、まだまだやることがあるっぽいんで、まあそっちを進めていこうかな。よかったらまた次回も見に来てください。ご視聴ありがとうございました。